か今日たまごっちの誕生日らしいよみんな今 LINE たまごっちのやつから LINE 来た。おはようございます。ありがとう、いっぱい来てくれてありがとうございます。8時までです。おはようございます。マジですごくどうでもいいけど誕生日だってたまごっち。おはようございます。コンタクトしてないです。朝が早いとしない。すぐ目が結膜炎になってしまうんです。夜が長いからね。情けのしょうもなくさん、ハートありがとうございます。ありがとう。朝表情筋がめちゃくちゃ硬い。大江さん、かわいい、ありがとうございます。おはようございます。皆さん、おはようございます。握手会だった、ありがとう、待ってます。そう、今日だいぶ前、そんな前じゃないけど、ラジカルネオナイトさんでカラオケじゃなくて、なんだっけ、ラジオをした時になんか新しく香水買ったって言ったんですけど、そう、なんか自分の好きな匂いじゃなかったんですよ。なんか男の人から受けるいい匂いみたいなの、香水を買ったんですけど、めちゃくちゃ自分的に嫌いな匂いで、今日は頑張って我慢して握手会で作るので、皆さんの感想をお聞かせください。なんか普段いつも来てくださる方は普段の匂いどっちがいいかみたいなのが知りたくて、初めての人はいい匂いかいい匂いじゃないか教えてください。自分的には前の方がいいっていう人の方が多そうだなって思ってるんですけど、まあまあね、お値段したから、みんながいい匂いって言ってくれたらこれからもつけるんですけど、めちゃくちゃね容量あるの。 30ml もあるからね、絶対使い切れなくて、握手会ないと。だから嫌ですね、なんか気持ち悪くなりそうな匂いずっとつけてると。でもみんなは間接的に香るだけだから、そんな害はないと思います。今日誕生日だけど祝日だから言われたことがない。アナさんか、めちゃくちゃ長い、おめでとうございます。そして花束ありがとう。誕生日なのに逆にお祝いされてしまった。そしてマグさんも花束ありがとう。太陽さん、だるまありがとう。本日初めての僕。なるともさん、ハートありがとうございます。あ、太陽さん100ありがとうございます。黒猫の議長さん、いいね、ありがとうございます。ありがとう。カウントしてありがとうございます。おはようございます。なんか変な香りの香水です。なんか好きな人は好きだと思うけど、自分は好きじゃない匂いだなって思って、そんな感じですね。
ちょくしゃみでそう。みーちゃんさん、みーちゃん、だるま、100ありがとうございます。わあ、ありがとう。はい。ポン。ポンポンポン。今日は、今日も悲しそうな顔してる。だるまじゃないからね。悲しいね。だるまって言われて。牛鉄さん、あとはありがとう。100個もありがとうございます。朝なのにすごいみんな来てくれてる。マックスさん、馬ありがとうございます。朝ごはんは食べてないです。皆さん、食べましたか？めちゃくちゃこう赤いんですけど、めっちゃお腹空いててめっちゃなくなって、おはようございます。パンダさん、だるまありがとうございます。お、前向いた。むつみさんもだるまありがとうございます。前向くか、向かなかった。くだらん遊びしてますね、朝から。頂上筋が硬すぎる。オーバージュアなってる時の表情筋の鍛え方がブスすぎて、もし幕開いてたらやばいと思う。自分。今作ってもらってます。いいな。私はいつもパンですね。パンを食べてます。朝カレーやば。大阪のひろしだよさん、花束ありがとうございます。にんさん、だるまありがとうございます。はい、前向くか。まさかのゆこでした。ひみきさんもだるま100個ありがとうございます。ゆこ流行ってんのかな、この子の。兄さん、早くありがとう。だろう、何時起き？ 6 時です。そんな早くない。この前より30分。大阪のひろしだよさん、リスありがとうございます。てつさん、だるまありがとう。ポン。あ、だってみんな7時46分に3週目の星投げ解禁だって。ありがとう、教えてくれて。体の向き占いです。今日初めて。ありがとう。大阪から来るのかな、はるばる遠くから。あ、団子さん、だるま100個ありがとうございます。斜め右、あなたの運勢は斜め右、斜め絶好調でございます。今日も今日も絶好調でございます。ハリーさん、だるまありがとう。星集めてくれありがとうございます。紫の塩もなくさん、はってない。だるまよくありがとう。左向いてますね。太陽は左から昇るイメージがあるので、太陽と一緒に気分を上げていってください。謎の新幹線の中よく電波つながるね。静岡県が一番難点ですね、新幹線だと。トンネルが多いからすっごい電波ある。白友さん、だるま100個ありがとうございます。横を向いてますね。まあまあまあ、いつも通りテキテキ歩いていきましょう。マックスさん、コマありがとう。ありがとう。あやぱるん、あやぱるんちゃん、キツネではないです。犬なんですけど、なんかだるまっぽいからだるまにしてる。だるまって呼んでる、飼ってる。新幹線の Wi-Fi は最近
使えないねってしーちゃんと話してる なんか最近使えないねみたいな、つながるときはつながるのにみたいな。そう、この前まで Wi-Fi あること知らなくて使ってみようと思ったけど、なんかつながらなかったですね、っていう悲しい。みんなつながりますか Wi-Fi。 黒猫の議長さん、パラありがとうございます。パラパラパラ、みんな使うからね Wi-Fi。 ポケット Wi-Fi 持ち歩くのが一番だよねやっぱり。あー、あるしやつとないやつ、すごい。待って、今だるまが落下してどこかへ消えた。すごいさ、あ、いた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 、ベッドの上でやってた。寒いから布団にくるまってます。布団最高すごい、なんかめっちゃ朝からみんな見てってすごいです。1500人も見てる、ありがとうございます。だるまの顔が見るたびに目が離れてってる気がする。ちょっと小汚くなってきてる、心なしか小汚くなってきた。マジ尻尾かわいい、なんか本物の犬みたいな尻尾してるのこれ。かわいい、ずっと見てられるこのだるま。おはようございます。ハリーさん、バラありがとうございます。あさきちさん、だるま100ありがとうございます。右向いてます。右向きだるま、右向きだるまでした。アライペさん、こんばんは、ありがとうございます。すごい、この配信終わったらご飯食べます。すごい、めちゃくちゃお腹空いてて。応援さん、バラありがとうございます。ヤギちゃん、お腹空いてる。文字制度は入れてないです。ここにキラキラのやつ載せてる、でも取れないけど。鼻の先端は赤い、触りすぎるとすぐ赤くなる。何食べる？パン。何があるか分かんないけどパンですね。家にあるパンを食べる。今日は握手会が遅い分なので帰ってくるのも遅いんです。愛知で5時とかだったらすぐ帰ってくれるけど、関東だったら遠いからなかなかすぐ帰ってこれないので。カナピー、なんかこの前から顎が外れてめちゃくちゃ痛い。めっちゃガクガクなる。
どっち、車の中はダメなんですやったらなんかバンされる。クリちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。めちゃくちゃ眠たい、めっちゃ髪の毛引っかかる、このブレハール。マジで私はもうたまごっちの誕生日とか顎が痛いとかよりも今日の香水の評価が気になりすぎて無理。すごく不安ですね。自分的な意見はジャスミン茶好きな人は、ジャスミンティー好きな人は好きかもしれない。嫌いだから私は無理なんだけどなんかそんな感じの匂いがすごいするの。わかんないけど、めちゃくちゃお腹すいた。試験です。名古屋の私行かないですね、今日は握手会だけです。ジャスミンティー、なんかジャスミンティーの女の人っておしゃれだなと思って飲んでるんですけど合わなかったですね。でも全部飲んだけどあ、でもなんか今日参加する先輩もいっぱいいます。名古屋モーターショー私は出ないんです。ひろくんさん、いいね、ありがとう。ジャスミン気合い本当あればね、お茶は苦手、ジャスミンティー。ただのジャスミンの香りわかんない、本物の。でも香水はちょっとジャスミンっぽい感じかなとは思った。飲まなく名古屋って静岡からが大変ですマジで長い、静岡めちゃくちゃ。めっちゃ長いイメージある。めっちゃ髪の毛引っかかる。ゆくちゅさん、ハート100ありがとうございます、ありがとう。なずけのしょうもなかさん、ハート500ありがとうございます、ありがとう。ありがとうございます、朝からたくさん。めっちゃ痛い、髪の毛抜かれそう。そう、この前の K2 公演でね、なんか髪の毛がよく引っかかる場所があるんですよ。ヨガニアさんとかよく髪の毛引っかかってた、なんか廊下のギンギンのとこがあるんですけど、そこになんかキミちゃんが髪の毛引っかけててなんか超走ってて、キミちゃんがなんか急いでて、それで髪の毛が引っかかっててめっちゃ抜けてた。しかもめちゃくちゃ長くて、こうなんか髪長かと思って。吉野さんよく抜けてた、引っかかって
なんか青がとか一緒に出た時に引っかかって痛いって言ってたイメージ。パンダさんハート100個ありがとうございます。なんか長いとなる、多分キミちゃんもめちゃくちゃ髪の毛長いから。ハリーさんだるまありがとう。六道一さんもハートありがとうございます。はい、ありがとう。太陽さんと非正、あ、全然違った、不正ひろゆきさんだるまありがとうございます。横向きです。 大阪のひろしだよさん、かわいい、ありがとうございます。ありがとう。たくさん、ありがとうございます。アバター、買いました、昨日夜。まほぴょんが、大森まほちゃんのアバターに変えました。白いウサギ 白いウサギの人。マックスさんハートありがとうございます。3週完了ありがとう。もう52分だ。そう、48分に3周できるみたいなのがあった。ひろゆきさん、だるまありがとうございます。50コメントと星ありがとう、みんなありがとうございます。あ、今何分だったっけ、さっき時計見たのに忘れちゃった。53分、57分になったら誕生日ますので、皆さん8時に終わっちゃうので、お日様が余ってることは投げてください。よかったらカウントもお願いします。今日は一応だるまも持っていくつもりです。朝から2400人もありがとうございます。今日は五分なので、いつもだったらめちゃくちゃゆっくりね、家で寝てめっちゃ寝れるから最高って思ってるけど、今日はねそういうわけにもいかないので、早起きなので。とても眠たいですが、新幹線で寝るって決めました。絶対新幹線で寝てやるって決めたので 寝ます。あと握手会終わった後の新幹線でも寝れるから、全部寝たとして4時間は寝れるかなっていう計算でも、多分寝れないんだよね結局。アバター、同じだ、マホピョンも。グブだとカイニャンと、そうなの？カイニャンと、じゃあ喋ろう。せめかい、当たります、絶対。根拠のない自信が大事です。私もこのイベント絶対歩けるっていう謎の、みんなが頑張ってくれてるから歩けるっていう
その根拠のない自信を持って頑張っておるので、皆さんも今日各それぞれの推しの方の抽選は絶対当たるだろうっていう気持ちでいけば当たります。ちなみにファンの頃その気持ちでいったら外れたんですけど でも気持ちが大事だからね。そう、大事ですよ。だるまと香水デビュー戦には でもまあ、だるまは今日が最後かもしれんけど、最初で最後かも。マックスさん、ハートありがとうございます。やっぱその時のさ、運によるよね。なんか前の人が当たったらもう無理だと思う。ちなみに自分はいつもまとめ出しして外れてたから、抽選の時は。だからダメです、みんな。深く考えずに適当にあげてください。そもそも私はタブレットの相性が悪いと思い込んでたので諦めてました。ヒロ君、ファイトありがとうございます。ということで、ランキング読みたいと思います。13位が、しかもちょうど変わったくない、よかった。13位がまこちゃん、12位がドライアイスさん、11位がダイさん、10位がじゅんのすけさん、9位がシャーガーさん、8位がカズさん、7位がミッツァンさん、6位がエニオさん、5位がクモリンさん、4位がクリチャワンさん、クリチャワンさん 3位がむつみさん、2位が情けの塩もなかさん、1位が黒猫の議長さんです。ありがとうございました。皆さん、星投げとカウントとギフトと、そして拍手ありがとうございます。続いては8時31分から9時1分です。多分ここの配信もコンタクトしてないと思われます。3番からコンタクトしますね。よろしくお願いします。仕事大変だ、待ってますじゃないけど いってらっしゃいですね、頑張ってください。おはようございます。ああ、ギリギリ滑り込み、あと2分ですけど、ありがとうございます。はい、次の枠もありますが、次の枠でまた距離を縮められるように頑張りましょう。今日はずっと朝4枠も配信いたします。なので次の枠でもお待ちしてます。星制限かかってるかな、みんな。かかってなかったら星集めもよかったらお願いします、みんな。あと40秒だよ、40秒だよ。これが終わったらご飯を食べます。みんなもご飯を食べたりしてください ありがとうございました。あと20秒です。本当に髪の毛引っかかる、いつか取れそう。これだ、このつ。ありがとうございました。ありがとう、バイバーイ。バイバーイ、ありがとうございました。